ドジャースがフリーマンに無理させてる理由って何？足引きずりながらプレイしてるフリーマンをなんでずっと使ってるの？フリーマン本人の希望らしいで。ロバーツが無理やり連れ出してるわけじゃないんか。それならロバーツ鬼畜すぎるやろ。シーズン中にしばらく試合出てなかった時あったやろ。フリーマンの息子が股関節の難病になって歩けないから自分が足首痛いくらいで休みたくないらしい。ええ、かっこよすぎるやろ。パパは強い。もうマキシマムくんは治ったわ。いや、インタビューで本人がそう言ってたぞ。後遺症とかで足が悪いんやないんか。調べたらギランバレー症候群らしいな。かっこいいけどお前壊れたら家族どうすんねん。とっくに一生分稼いでるぞ。球場にも息子来てて大谷とかとも交流してるな。大谷が着てる MAXSTRONG シャツはフリーマンの息子を応援するシャツやで。フリーマンがインタビューで大谷は自分の家族にすごく良くしてくれるって言ってた。子供好きなんやな大谷。